NHK 大河ドラマ光る君へ第41回10月13日放送、あらすじネタバレ解説。2009年正月、参議13位の藤原正光が越前権の神に任じられ、藤原為時は越前の神を解任されることになります。3月4日、為時は正御以下左小便に受任され、京に戻ることとなり、突然屋敷に為時が戻ると、信成と糸は、これは旦那様と驚きます。信成は大学寮で文章生の娘と知り合い、二人の間に定式という男の子を授かっていました。信成の妻は藤原定中の娘で、大学では信成の10年余り後輩で、年が離れた若い妻でしたが、信成にはその若妻とは別に西院中将と呼ばれる隠れた恋人がいました。西院中将は西院長官の源為政の娘で、鴨の大西院と称された村上天皇の第十王女千姿内親王に仕えていました。大西院は975年から50年以上も西院を務めていて、西院とは天皇が京都の鴨神社の祭祀に奉仕させるため使わし置いた王女で、当時大西院の女房たちの作る文学サロンは人々の間でとても風流だと人気のサロンでした。しかし当時、真昼の板明子のサロンとはライバル関係で、お互いの競い合いが徐々に激しくなっていきます。信成は1007年クロードの頃より西院中将のもとに夜な夜な通い、たびたび警護の者に見咎められていましたが、西院中将も信成本人に対してはまんざらでもなく歌集の恋歌にも変化をするほどの仲でした。しかし西院中将はライバルサロンの紫式部の弟ということもあり、信成が自分の送った手紙を姉に見せているのではないかと思い、信成にあの有名な紫式部が姉上だなんておかしな歌でも読もうものなら笑い者にされそうだわと漏らし、気合を入れて歌を書いていたと言われています。信成もいつか姉を超えられる作品を作れるようになりたいと思い、真昼の元を訪ねましたが、この頃再び明子の二人目の解任が発覚し、宮廷は慌ただしく、真昼と信成はゆっくり話をすることができませんでした。2009年11月25日、明子は安産で、第三王子厚長親王後朱雀天皇を産み、これにより道長の権力はさらに大きく強まります。そして道長はついに、この続きは次回動画でご覧ください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回動画もどうぞお楽しみに。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。